経営者と働く人を笑顔に、株式会社リフ社会保険労務士の田中彩子です。いつもご視聴くださりありがとうございます。今日は残業がなくならない理由とその対策についてお伝えをしていきます。ぜひ最後までご覧ください。業務改善と叫ばれてですね、そういった研修もあるわけなんですが、そこで出てくるこのだから残業がなくならないみたいなその理由として一番あるのが無駄な会議ですね。会議、そして仕事の属人化、これすごく出てきます。会議と属人化、あとは過剰品質ですね。本当にそのレベルまで求められているのか、無駄に時間を使いすぎてないかっていうことは結構若い子たちから出てくるので、本当にその会議って私出る必要あるんですかとか、なんかダラダラ延長されるとかね、そういったこと出てくるんで、もしそういうことされてるんだったらそこはきっとメスが入れれるところなのかなと思います。で、今日はこの4つに分けてですね、ここって結構根深いとこだよねっていうところを今日お話をしていきます。でまず生活費目的型っていうことで、労働者がその残業代込みで生活設計をしてしまっている場合、その場合って絶対残業減らそうってならないですよね。だってその分減ったら困るもんっていう。なのでもうここをなくしたいとしたら、もう残業を事前許可制にするとか、管理はすごく必要だし、でもそれだと困るって、やめられちゃうと困るんで、短時間でより成果を上げたものに対して何らかの報われる報酬制度をきちんと整備をしていく必要がありますよね。そして2番目の仕事先送り型、もうこれ多分正確だと思うんですけど、どんどん仕事を先送りしていってしまう。でいざ締め切り間近になった時に全然できませんみたいな感じですごい残業してしまうケースあると思うんですけど、こういった場合はもう進捗管理をもっとこまめにしていく必要があって、そして進捗が進んでない場合に何らかのペナルティだったりとか、そういうふうに管理をしていく必要があるんで、この2つを何とかしようと思ったら、やっぱり管理者側がきちんと管理をしてあげる必要があります。そして3番の自己満足型なんですけど、すっごいなんかこだわってね、過剰品質ですよね、そこまでいらないんじゃないみたいな、例えば社内資料をそこまで美しくデザインする必要がありますかみたいな、なんかそんな風にやりすぎちゃってるケース、ここまで求められてないのに 120% の力で取り組んで労働時間を増やしてしまってるケースがあるとしたら、そこはもっと時間をかけなくてもいいとこだよねっていう風に教えてあげる必要があります。そして4番の仕事抱え込み型ですね。もうこれって私しかできないんですっていう仕事をたくさん抱えていて周りに触れない、でその仕事そのもの全部を一気に振るっていうのは難しいかもしれないんだけれども、細分化してこの部分だったら渡せるよねっていうところがないかなっていうことをチェックしてあげることも必要だと思いますし、あとはその仕事を振らないことによるリスクをですね、本人にちゃんと分かってもらうこと、周りが育たないってこともそうですし、自分自身がもうそれから手離れして新しいことにチャレンジする、もうそれを怠ってないかなといったところにも気づかせてあげる必要があると思います。なのでこういった生活費が目的で残業してたりとか、でも仕事のペースですよね、ペース配分ができなくて残業しちゃってるのか、もしくはすごくそこまで力入れなくてもいいんじゃないっていうところに時間を使ってしまってるのか、あとは仕事の属人化を自ら生み出してしまってるのか、こういったところにそれぞれね、何に原因があるかって違うと思うんですけど、それぞれの原因によってやっぱ対処方法も変わってくるので、なんで残業が減らないか、もうぜひここにまずフォーカスをしていただきたいなと思うんです。でもう一つあるのが、やっぱ定時が終わった後の時間って電話がかかってこなかったりとか、結構集中できちゃったりするんですね。もう何時間もね、起きてから何時間も経ってて脳は疲れてるんで生産性が下がると言われてるものの、なんか邪魔されない時間ってすごいやりやすいっていうのは分かるんですよ。なので私も結構土日に事務所に出てきてしまってやると、そこって電話がかかってこないんで集中力が途切れることがなかったりします。なので結構はかどるなって思っちゃうんで、気持ちはわかるんですけど、だったらもう日中にですね、もうこの時間は電話も取らないよ、話しかけないよっていうのを結構時間として作ってるところもあります。なんか旗を用意して集中タイムみたいな感じで、この2時間は話しかけない、
で電話も取らなくていい、だから他の人が電話を取るっていうふうに決めてるとこもあります。でそれを交代でやっていけば電話をこの時間も取らないとか、まあ、どっか場所がね取れるんだったらそこで考えるとか、やっぱ何か生み出したりとか考えたりっていうそういった時間ってある程度時間がまとまってないとなかなかまとまりきらなかったり進まなかったりするんで、そういった時間を確保するって方法もあるので、まあ、そういったのもねよければ使ってみてください。はい、ではまた皆さんにお役に立つ情報が発信できるように取り組んでまいりますので、ぜひいいねボタンとチャンネル登録お願いいたします。田中彩子でした。